成人男性は寝るのかという企画でございます。ということで本日は同期の高田みちこりやんに来てもらいました。早速寝る準備をしてもらっていますので読んでいきたいと思います。本日読む題材なんですけど、ベロ出しちょんま、ベロ出しちょんまというものを読んでいきたいと思います。ではまず起きているか確認していきますのでお願いします。高田みちこりやん、一度起きてください。はい、起きてます。はい、それではベロ出しちょんまを読み終わるまでに高田みちこりやんは寝ることができるのか検証スタートです。それじゃあ読んでいきますので、読み終わって、はい、まだ意識がありましたら返事をください、はい、ベロ出しちょんま斉藤龍介。千葉の花輪村にベロ出しちょんまというおもちゃがある。ちょんまは長松がなまったもの、このとんまな人形の名前である。人形は両手を広げて十の字の形に立っている。そして背中の輪を引くと眉毛がハの字に下がってベロッと舌を出す。見れば誰でも思わず吹き出さずにはいられない。梅、見ろあんちゃんの面。そして眉毛をカタッとハの字に下げてベロッとベロを出してやるんだ。すると梅は今にも泣き出しそうに涙がいっぱい溜まった目で長松の顔を見るとそのままケタケタと笑い出してしまう。笑い出さずにはいられない。そしてどれもこれも捕まって牢屋に入れられたり首を切られたりする恐ろしい罰があるらしいのだ。長松は何度の梅の隣の床の中でひょうきんな目玉を向いて暗い天井を見つめながら、父ちゃんは江戸へ行ったんだな、将軍様に会ったんだ、知ってしまった、覚悟はしてますだ、ご存分に。母ちゃんの腕に力が入って体の震えが長松の体にも伝わってきたが、長松は母ちゃんの声が震えていないのか気になった。千葉の花輪村の木本神社の縁日では今でもベロ出しちょんまを売っている。終わり。ガチで寝てたよ。おぉえぐ、うん、すげえな、そう考えたら。どこら辺まで覚えてるなん、いや、キヨさんがなんか噛んだの覚えてるんですよ。いや、結構噛んだよ。なんかもうめっちゃ読みづらかったもん、ベロ出しちょんま。覚えてない。内容は全く入ってこなかったけど、声はマジでよかった。